月のフレッシュマンは、阿蘇市宮地にあります、宮地保育園にお勤めの、女性をご紹介します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、まずはお名前と年齢から教えてください。はい、中島愛、21歳です。はい、出身はどちらですか？出身は黒川です。はい、今21歳、保育士になられてもうどれぐらいが経ちますか？今年の4月から働いています。じゃあ3ヶ月、はい、ですね。そうです。ということは、4月に入られてすぐにあの熊本地震を、ね、経験されたわけですが、その時は大変だったんじゃないですか？はい、ここの保育園も1週間休園して、でその後に開園、1週間後に開園をしました。その時は子どもたちはまだ不安定で泣いている子どもたちも多かったんですけど、今は少しずつ落ち着いて笑顔も戻ってきました。そもそも保育士になろうと思ったのは何かきっかけがあったんですか？もともと子どもが好きで、中学校や高校の時の職場体験でも保育園に行かせていただいて、その時に子どもたちの笑顔とかそういう成長の過程を見れることができるので、やっぱり保育士になりたいなと思ってこの仕事を選びました。保育士になって3ヶ月ですけど、お仕事楽しいですか？楽しいです。いつも元気もらってます。なんかどんな時に保育士になってよかったなって思いますか？やっぱりハイハイしていた子が独り立ちをして立てるようになったりとか、一人でできることが増えていくところを見れるとやっぱり良かったなって思います。ちょっとプライベートなこともお聞きしたいんですが、まだね21歳ですけれども、結婚願望は？そうですね、機会があればやっぱりしたいですけど。何歳ぐらいまで？何歳？まだわからない。はい、もし阿蘇でデートするならどこに行きたいですか？やっぱりこの時期はホタルが綺麗なので、やっぱり夜ホタルを見たりとかはいいですね。ロマンチックですね。では最後に、お勤めの宮地保育園の PR をカメラに向かってお願いします。はい、宮地保育園は一人一人に合った保育を行い、たくさんの行事もあります。子どもたちも笑顔で元気いっぱいに過ごしています。来年には新しい園舎が開園されます。ぜひ見学に来てみてください。では一緒に決めポーズでお願いします。はい、今月のフレッシュマンは、宮地保育園の中島先生ご紹介しました。ではいきますよ、せーの、フレッシュマン。はい。